ハイパーカン。レジーン。ハイパーカン。レジーン。ソード、仮面ライダーマジェード、食丸を逃走改造する。どうも、コリショーチャンネルです。優等生ちゃんを買うしかない。はい、これ、遊び出したら、止まらない。この段はね、マジェードちゃんとバルバラドちゃん買っちゃったよ。はい、開封。優等生ちゃん欲しくて欲しくてたまらなかったから嬉しい。マントも赤毛もついてるし、こりゃいいわ。フィギュアを加工していきますので閲覧ご注意お願いします。はい、まずは顔面外して複眼くり抜く。お、なんか石仮面みたいだな。じゃあじゃあ、はい、レジンお湯で温める。そしたらね、顔面お湯丸してたやつに戻してレジンやる。さあ、どうかなどうかな。う、微妙に曇ってる。そしたらね、裏面にねレジンをねレジーン。はい、ビニテシート貼り付ける。はい、空気抜いて空気抜いて空気抜いて。いやー、できてるできてる、模様ができてる。さっき表面曇ってたけどね、クリアカラーべっちょべちょーに塗ったらテラテラに光るから。はい、ボディも外す。そしたらね、真ん中の太陽マークのところカトーン。はい、レジン温めてね、お湯丸に戻してレジーン。いやー、バーボーが入ってるよ。でっかいバーボー。バーボー、とりあえず塗っちゃえ。やっぱダメか、目立ちすぎてるわ。はい、どりってどりって、てっててて。もう一回やり直したよ。今回は大丈夫そうね。そしたらね、太陽マーク逆側に貼ってね。うん、見えない見えないよ、濃く塗りすぎだよ、見えないよ。もうこりゃ塗り直し確定だから、遊んじゃえ。クリ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 アブラッキュー。もうこれやりたくてやりたくてね。はい、仮死状態ね、これ。闇落ちなっちゃうのかと思ったよ。どうも。はい、もう一回落としたから。そうしたらね、ヒール高くしよう。 1.2mm プラ板ね。はい、太もも尖らす。そうしたらね、足首が劇中とちょっと違うのよね。だからね、足首の輪っかを上側にずらしてんのよ。なんでこんなことになってんだろうな。親だからさ、この加工大変だったからね。よし、じゃあギッタンバッタンにしていきますか。はい、弁慶のところカット。そうしたらね、輪っかのところでカット。もうここはね、デザインナイフでゴリ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 ね。そしたらね、反対側のジョイントも根元のところでゴリ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 ね。はい、瞬間接着剤普通。はい、輪っかつける。はい、瞬間接着剤普通。はい、弁慶つける。ジョイントのところはね、強度が必要だからドリってドリって穴開ける。はい、瞬間接着剤別に普通。はい、針金ぶっ刺す。はい、瞬間接着剤べっちょべちょおっと。ああ、もう片側やりたくない。はい、あとはね、おけつの加工ね。おけつのここここここグイーッと削るとね、足がね、そう、後ろ側に曲がるようになるから。よし、じゃあ足首のところはね、ユニコーンのひづめついてるからつけちゃおう。はい、関節にプラ板入れて瞬間接着剤べっちょべちょ。はい、やーすれい。うー、きれいきれいね。はい、太ももの横んとこ瞬間接着剤べっちょべちょ、プラ板つける。はい、やーすれい。うー、きれいきれいだよ。そうそう、このね、このふんどしね、結構分厚いのよ。左側見て、
見て、分厚いでしょ。だからね、縁薄くしたのよ。はい、ピラピラもね、縁薄くしたのよ。それでね、ピラピラは肩にくっついてんのよ。前後にね、ピラピラするようにはなってるんだけど、万歳するとね、ピラピラも万歳しちゃうのよ。はい、だからピラピラ取っちゃう。そしたらね、肩の裏のところにね、落ちてるランナーで可動軸作っちゃう。ピラピラの方もね、落ちてるランナーで延長して穴開ける。よし、はめよ、すぐはめよ。ちょっとね、ジョイントは大げさな感じになったけど、肩万歳しなくてもピラピラ展開できるから、追い風もできちゃうしね。おう、向かい風。ドライバーはね、色付きレジンでやったらちょっと失敗。はい、だからクリアレジン。じゃあね、色塗っていきましょう。はい、ミスターカラー、クリアイエローとクリアブルー混ぜたやつ。クリアブルー多めでクリア入れた方が良かったかな。うん、ちょっと緑だよね、緑。はい、クリアオレンジ。これね、あっちからもこっちからも塗ったら濃くなったよ。はい、ツヤ消しホワイト。ここね、最後クリア塗っちゃった。はい、ブラックブラックね、ブラック。はい、レッド。はい、こっちも。おい、伸びた伸びたなくせに。30、はい、シール切って貼る貼る。レジン、こっちもレジン。ちょっとシール短く切りすぎたかな。テラテラだよ、テラテロ。はい、お次はおててちゃんね。指輪をね、厚くしたい。こっちはね、ちょっと厚い。グーの方はね、やっぱりね、このポーズで飾りたいから。はい、指輪カット。トゥルントゥルンにしちゃう。優等生ちゃんはね、チョキ強めだから、机にね、指2本グイッと当ててね、白くなってるでしょ。親指もね、グイッとね、グイッと。そうしたらね、指細くしよう。デザインナイフでね、カトーカトーだよ、カトー。はやせー。なかなか細くなりましたね。はい、グローブの縫い目入れる。もう指がね、痛々しいから、もう早く塗ってあげようよ。塗ってあげよう。まだ指輪の跡ついてんだけど、ここ隠れるから、まあいっか。うん、だいぶ細さ増し増しになったね。キラヨシカゲさんに狙われるかな。質問質問質問で返すな。疑問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 で答えたいか、学校で教えているのか。はい、微妙。結構いっぱい喋ったからね、そのまま乗っけちゃう。はい、レジーン。さあ、どうかなどうかな、できてる。よし、だいぶ分厚くなったね。はい、ビフォーアフター。うん、やっぱり色が入るといいね。このね、シルバーの角はね、ちゃっかり尖らせてるから、耳もね、おクリアパーツがテカテカしてらってらしてていいね。おお、足首もね、改造してよかったね。はい、オレンジのところガンダムアーカーメタリックオレンジ、シルバーのところミスターカラースーパーシルバー足すメタルバイオレット足すクリアブルー、ブルーのところガンダムアーカーコスモメタブルー足すダークメタリックブルー、ちょっと緑すぎた蛍光オレンジのところミスターカラー下地にツヤ消しホワイトの上から蛍光オレンジ、ほとんどないけどブラックのところミスターカラーツヤ消しブラック。はい、首はね、ちょっと長くしてるの、甘髪でね。はい、優等生ちゃんはね、これでおしまい。